坂出警察署は坂出交通安全協会と合同で、特に夜間事故を防ぐのに有効な反射材着用キャンペーンを1週間にわたって展開しました。25日のキャンペーンには坂出交通安全協会林田支部と加茂支部の協会役員15人と署員2人が参加しました。こんにちは。この12月に入ってもう6県外では6名の方が亡くなっております。1名は夕方白を終わったぐらいの時の横断と、まさにこの反射材がつけておれば、もしかするとというような形になっておりますので、今日は高齢者の方中心に必ずつけてくださいと、長生きの一つのアイテムですというぐらいな、ちょっとこうインパクトのある一声かけて加わっていただければありがたいと思います。はい、交通安全に頑張りましょう。今回の交通安全抑止反射材配布キャンペーンは、今月10日から1月10日までの1ヶ月展開される年末年始の交通安全県民運動の一環です。今月19日、22日、25日、そして26日の4日間、坂出宇多津の量販店で反射材が入ったタスキやチラシなどの啓発物を配布し、年末年始の交通安全を呼びかけました。こちらハローズ坂出林田店でも、暗くなる時間が早いこの時期、反射材を身につけて歩いたり自転車に乗って事故に遭わないようにと声をかけながら、高齢者を中心に反射材を手渡していきました。年末年始は人や自動車の動きが慌ただしくなり、交通量が増加するほか、飲酒の機会が増えることから重大事故の発生が懸念されます。また昼間の時間が短いため、暗くなる前や夜間の外出には明るく目立つ服装で反射材を身につける。運転者は早めのライト点灯や速度を抑えた運転で事故のない明るい正月を迎えましょうと、警察署では県民に注意を呼びかけています。